はい、皆さんこんにちは。紳士の会の谷島マンと申します。本日の動画ですね、これ音声後付けとなるのですが、連覇の塔のね、一番最後のなんだっけ、40回に挑戦した動画になります。まあね、今回は生配信ではやらず、なんか自分で勝手にやったっていうと、なんかちょっとあんまり聞こえよくないけど、まあ、普通に自分だけでやりました。まあ、その結果ね、まあ、40回まで無事に来れたんで、あ、これもしかしたら勝てるんじゃねみたいな、そういうね、めちゃド緊張してる中やってるんで、ちょっとね、やっぱボス戦ちょっと前ぐらいからちょっとミスプレイが目立ちますが、まあ、とりあえずね、まあ連覇の塔の振り返りでもしながら見ようかなって感じですね。あ、とりあえずやっぱ一番緊張したのはね、37回でしたね。37回だけですね、多分。俺が、連覇の塔に行く前に、もう一回覇者の塔でね、ちゃんと練習したのは。本当にキスキルが強かった。なんか、生配信中に、なんかキスキル強いですよ、みたいなこと言われて、あ、マジですかみたいな。俺、ちょっとキスキル持ったけど使ってなかったんだよね。で、それで、まあ、結局、いや、これで負けたら使いますと言いつつ、なんか今回2回ぐらいで普通に勝てたんで、あ、良かったなと思って終わったんですけど、まあ、連覇の塔でね、まあ、安定するんだったら使ってみようかなと思ったら、いや、本当に強かったですね。それもちょっと動画撮ればよかったんだけど、じゃこれ、携帯で直撮りしてたんで、あんまりね、容量がないということで。一応ね、最後の回、まあ、一応撮ってたんだけどね、まあ、撮って、携帯の容量のために、ちょっと、なんていうの？勝ったら削除して、まあ、一応ね、一番最後の回想のだけ動画にしようかなと思ってたんで。で、まあ、とりあえずここまで、まあ、特に難なく雑魚処理を終えてね。まあ、モーツァルト当たったんで、とりあえずモーツァルト採用してみましたけど、結構強いですね。はい、これであれかな？もう、中ボスですかね。ここがちょっと怖かったんだよね。普段だったら別に特に難なく突破できるんだけど、ここ怖かった本当に。いや、モーツァルトの、まあ、ある意味悪いところかもしれないんですけど、やっぱ上のやつにかなりダメージいっちゃうんで、やっぱ上闇属性だしね。これ闇属性だよね。そうね、闇属性生出てるね。これでね、これ削っちゃうんだよね。これでもう半分ぐらい削れてるでしょ。やばいよ。めっちゃ緊張してたもん、この時。ちょっと待ってって言ってたよね。でも、とりあえずこれで、確か俺倒しちゃったんだよね、これ。倒したよね、多分。とりあえず上に、そう、これでね。まあ、これギリギリセーフと。で、これで倒しちゃったと。ハート取れたらいいな、みたいな感じで。まあ、どうせ死ぬから。あんまり関係ないけど。とりあえず、突破と。いや、この時でちょっとね、いや、動揺したよね、やっぱり。ちょっとね、ここから動揺してるんで。ちょっと変なショットばっか、するかもしれませんけど、そこご了承ください。本当にね、あそこマジで怖かった。いや、基本的にあそこで死ぬってことは普段はないんだけどさ。なんかこういうショットになっちゃってね。あー、これやばいかも、みたいな。なんだっけ、闇属性を倒すと敵の攻撃力がダウンするんで、まあそれでね、まあ頑張って持ってこうかなと思ってたんですけど、まあここは別にダウンさせなくてもそんな痛くないんだけど、まあその時そんなことを考える余裕はなく、まあでもなんとなくダメージはちゃんと与えられてるね。やっぱなんか自分がやってる時はもう、あ、もうダメだって言ってことで自分を非難してたけど、まあそんなに、いや、悪いわ。悪いよ。全然友情与えてないし。なかなかね、やっぱ、やばい、もうこれ完全にミスったわってずっと思ってたからね。本当に、あ、でも案外大丈夫よ。案外大丈夫だった。やっぱこっからちょっとガブの配置が気持ち重要になってくるんで、と思いつつ確か失敗してるんですよね。失敗っていうか配置できないんだよ。早く突破したかったんだよ。死ぬのが嫌で。まあ、ここはでも、もう大丈夫ですかね。ただ、無事に連覇の塔ね、まあ、クリアできたんで、まあ、嬉しかったですね。素直に。
なんていうのかな。まあ、多分誰でもね、ハショルトをクリアできる人だったら、まあ、キャラだとかちゃんと思っててね。だったらね、慎重にやれば、多分誰でもクリアできるようなね、ところだと思いますので、やっぱ集中力の問題ですね、これは。本当に。ちょっとずつ、俺はもう本当に、集中力長く続かない方なんで、本当に5階層区切りぐらいにやってました。まあ言うてだって、30、あ、でも35ぐらいがノンストップだったかな、基本的に。そうだね。36も今回結構危なかったんだよね。全体的に、やっぱり、やっぱなんていうのかな。やっぱ安定を求めちゃって、怖かったんだよね、やっぱ。36回も普段は、まあ、適当に打ち、序盤っていうか、途中はね、適当に打ちながら、なんていうのか、ランスロットの SS を特に使うことなく、まあ最終面で行って SS 使うって感じなんですけど、ずっとランスロット打ってましたもん、俺。2段階目溜まったっけ、俺。だから2段階目溜まることなく終わった気がするんだよね。ひたすら打ちまくって。それほどで、やっぱ怖かったっすね。1回負けたら終わりってとこなんで。よいしょ。いいね。まあ、ちゃんと配置するけど、あんまり意味ないけどね。あ、でもこれ確かね、なんかちょうど、なんか当たるタイミングで、すごい良くて、なんか、ちょうどね、この本体がね、中心弱点の時に、ガブ拾えたんだよね。それでなんか半分ぐらい削った覚えがありますが、どうでしょうか。なんてこれ年明け前ですからね。さすがに記憶がちょっとあれだけど。あ、そうそう、これ、ね、真ん中ですよね。見にくいね。真ん中、いや、まあそこそこ削ってるね。でもここで火ダメが痛い。もう本当にね、このなんだっけ、バベル君の、ツパパパパって攻撃、拡散弾の攻撃が本当に怖くて。まあでも正直ここ突破したんで、ああもう多分大丈夫だなって感じですね。で、さっきからちょっとなんか音声の、音声をね、俺めっちゃいじってますけど、俺ああなるんですよ。なんか一人で勝手にやってる時というか、なんかめっちゃ集中してやってるとああなるんですよ。ごめんなさい、そこはね、ちょっと、動画見にくいかもしれませんが、申し訳ないです。まあ、あとはね、ここはまあ SS なしで突破するというか、なんかめっちゃ倒したっていうね。なんかめっちゃ倒したんだ。オッケー。ナイト。まあまあ、ほんとね、ほんとにさすがに、まあ、いつもそうなんですけど、さすがに全回数勝ちパでいきました。普通、今回配信でやった覇者の塔では、何回で負けたんだっけな ?30 回で1回負けて、で、37回で2回ぐらい負けたかな。で、これで手一掃と。ここやっぱ初ターン、ウリエルでね、手一掃できれば、あとはね、すげえ楽なんで。え、ガブ打つ。そうね、まあ1回配信中に山田切って負けるっていう事件もありましたけど、タゲゼロか。受け取りって負ける事件もありましたけど、まあまあまあ、なんとかなりました。なんとかなってねえわ。受け取りはね、まだちょっと運極になってないということで。まあ、これで終わりですかね。はいと。あ、じゃあ、スクリーンショット失礼しました。はい。そうですね、連覇の塔の、なんだっけ、まあ、達成しましたよっていうやつは、Twitter の方にね、上げてますので、まあ、動画で見れば、あんまり見る必要はないけど。で、無事クリアと。あ、でも、オーブの数的にね、まあ、序盤で負けてもそこそこもらえるし。いや、これめっちゃ気持ちよかったですよ。このなんか雲が晴れてく感じ。もう一回スクリーンショット撮ってね。というわけで、ね、多分動画ここぐらいまでなってるかな。それではね、皆さんご視聴ありがとうございました。これからもね、なんかこういう音声後付けの動画とか、もしかしたら増えていくかもしれませんが、ご了承ください。それでは皆さん、お疲れ様でした。他の動画でも、お願いします。さよなら。